道の駅農匠の里焼くのは、京都府福知山市にある国道9号の道の駅である。2002年8月13日に、道の駅に登録された。規模の大きい道の駅で、売店、レストラン、宿泊施設、約の高原温泉、ベゴニア園、京都資料館、丹波漆の展示館、茶室などがある。農匠の里と命名されているだけあって、 農産物の産直販売に力を入れており、堀川ごぼうやぶどう、薬の茶、黒豆などが販売されている。村おこしとして成功したとの報道もあったが、指定管理を受けていた株式会社役のふるさと公社が2007年11月に経営難から指定管理を返上。レストラン、温泉、宿泊施設などが一時閉鎖される事態となった。 設置者の福知山市では改めて指定管理者を公募し、翌2008年に一部の営業を再開している。近年駅から裏山を直接登ることのできる歩道が整備されており、これを利用することで10分少々で到着できる。農匠の里役野の内温泉、宿泊施設登録施設は1998年に天田郡役野町が設立した第三セクター。 役のふるさと校舎が運営していた。この間2005年10月には指定管理者制度により、指定管理者となっていた。しかしながら隣接する温泉施設との競合から、役の町から3000万円の補助金を受けた2005年度以外は、赤字決算が続き、2006年度には、約800万円の債務超過になった。2007年に入ると経営は深刻化し、 従業員への給与支配などの問題が発覚。さらには、温泉施設での大腸菌の検出による一時閉鎖なども重なり、8月には、福知山市に対し指定管理業務の返上を申し出るに至った。これにより先行して閉鎖された温泉施設を、はじめ6施設が閉鎖された。役のふるさと校舎は2007年11月に破産に至った。 福知山市では事態を収集するため改めて指定管理者を募集、温泉施設などは、福知山温泉ホテルロイヤルヒル福知山が体験農園早くの農業振興団が指定管理者候補として選定された。新たな指定管理者により再開準備が進められ、2008年4月に温泉施設が再開、宿泊施設と茶室も6月から再開された。 和菓子作り体験施設は現在も休業中である役のふるさと校舎に関するカテゴリー。ありがとうございます。